はい、どうもセリカです。5月9日でシーズンが切り替わるのでログインをしたいと思います。あ、え予告復刻青の試練開催、はあなるほど、5月13日から6月6日まで、長いな復刻なんで階層追加はなさそうなんですが、青の塔、青の遺跡と同時に要塞メインで復刻っていうことですね。早いななるほど、びっくりした。了解しました。あ、来た来た、本田翼さんコラボ開催、ラジエーションハウスの上演を記念して限定コラボスキンバッサーが登場。え、可愛すぎないこれ。髪の毛がツヤツヤなんですけど、バッサーがチャレンジクリアで、え、進化する、ホンダのバイクに乗ってらっしゃる。え、かわいい。これはちょっとチャレンジということですね。ガチャではなくて。なので、これもちょっとゲットしたいなと思います。後でチャレンジチェックしたいと思います。で、今日シーズンも切り替えで、ちょっとイベントがあるようなオンシーズンなのか、ガチャだけなのか。なんだこれガチャに新スキン登場。え、映画監督星2。映写機映画フィルム。これ何、椅子に乗ったまま動く的な、ゼウス的なスキンかな。いや、監督自身がこのなんか 3D メガネみたいなかけちゃダメなんじゃないのこれ。なるほど、椅子ごと動くっぽい気もする。ついに機械が来ました。映写機、何のスキン、これを好んで使う人がいるのかどうかっていう。星3、ワードいいですね。ワードねえ、フィルムフィルムのスキンが来た。横から見るとちょっと丸くなってるのかな。なんだこのスキン、不思議すぎる。で、イベントがなければオフシーズンであれば残る。いやー、めっちゃ不思議なガチャが来た。これもチェックしたいと思います。で、来ました。ねえ、無理だった結構ギリギリまで、まあなんか一夜漬けみたいな感じだったんでよくはなかったんですけど、また狙いたいと思いまして、今回の報酬がドラゴンボート。これもね、ちょっと気になるので、使いたいなとは思います。最初だけ。急いでこげーということで、ございまして。あ、次の新シーズンランク。え、かわいい。これガチャでもいいぐらいの。これは SS 以上だと、次もらえるっていうことなので、これかわいいじゃん。頭からポンポンするのかな。ワードも結構いいですね。ポンポンポン。かわいい。これはちょっとゲットしたいなと思いますが、マップがあるのかどうか。鬼が変わるのかどうかっていうとこなんですが、あ、寂しくなってる。ホーム画面が寂しくなってる。ガチャだけですね。なるほど。ヒカキンさんのイベントも全部一回終わりっていう感じですね。青チキ結構あったのにな。で、これです。バッサーチャレンジ。なるほど。結構あるね。日にちが5月19日まで、なんかヒロシがいるんですが、多分バッサースキンだと思います。何体？5体？青逃げをする。使って青逃げをする。ロッカーを開けず、宝箱を開けず、青逃げ5達成。ワードでゲーマーですという30回。フレンドマッチをする。宝箱を開ける。観戦プレイ。で、すべてのチャレンジクリア。はぁ、かわいい。なにこの、写真付きの。バッサーっていう。やばい、かわいい。これはかわいい。ゲーマーですっていうワードなんですね。結構あるのは13項目。なんか、ヒロシですけど、一応、あ、押したら全部、バッサーに戻りましたね。よかった。と、進化っていう感じだったので、これもね、チェックしたいと思います。まあまあありますね。13項目でこれか。なんか後ろに隠れてそうな気もしますね。あれ思ったより、小ぶりかな？あー、青鬼は普通ですね。普通だ。一回ちょっとこのドラゴンボートで、潜入をしたいと思いますが、シーズンのイベント鬼じゃないので、オフシーズンというか、ガチャだけの、シーズンかな。マップもなし、青鬼もなし、で、ガチャだけのオフシーズンなんで、このガチャは残っていきます。常設で。っていう感じだと思います。え、ちょっとこのマップ、久しぶりなんですけど。あれ？ヒカキンさんマップの時、ここ出なかった気がした。懐かしく感じる。ちょっと待って。ちょっと思ったよりちっちゃいな。誰が乗れるこれ。漕ぐやつが3つぐらいあるってことは、本当は3人ぐらい乗れるぐらいの。ちっちゃ！あ、青鬼がいた。あ、で、ラジエーションハウスっていうロゴが壁に結構入ってる感じ。あ、すごいすごい。それだけかな？特にマップが装飾されてるわけでもなく、壁にこう、ロゴが入ったっていう
感じでしょうか。映画ね、映画化されてるってことで、ドラマはね、ずっと見てて、結構好きなドラマなんですけど、映画化されるっていうことなんで、で、ボイススキンでもなく、普通のスキン、ボイ、でしたね。チャレンジで何体か集めて、スキンチェンジ。あ、なんかやばいな。あ、バッサーがいる。結構いる。あ、ゲーマーです。その色のワードなんだ。紫ワードを見てしまいました。なるほど、それを30回ぐらい、言うってありましたね。バッサーがいた。しばらく結構みんなバッサースキンで、やることになるか。かわいい。チミヒカモアイとバッサーの組み合わせが、かわいい。なんかもう5、6分経ってるけど、一向に、霧も来ないし、煽りも来ないしっていう。そうか、落とすしかないのかな。これ一回やったら、バッサースキンがもらえるので、無駄にしたくないんですけど、一回遊べば、一体はまずもらえるっていう感じなので、ダメかな、動かないわ。どこにいるんだ、こっちかな。あー、止まってるんだ。なんで表示も2体のまんま。進まないな。どうした、どうした。いや、長い。かなり長い。待ち時間が。急に動いたりするからね、それも怖いんですけど、ちょっとバッサースキン欲しいので、この1試合は無駄にはしたくなかったんですが、え？ねえ。嘘でしょ。なんかダメだった、さっき。10分ぐらいあそこにいたんですけど、トータルで、スタートから。結局なんか落ちて、スキンももらえてなくて、無駄な時間だった。おーい、ごめんなさい。多分これやったら多分バッサースキン1体目もらえると思うので、これは全部ラジエーションハウスロゴが入ってる感じですね、壁に。なんかね、誰かが作った仕掛けがあるので、2体目出たらいいねぐらいでちょっと見届け、違ったね。違った違った。あのね、チャレンジ項目に青逃げっていうのもあったので、青逃げも狙いたい。です。あと、一人どこだろう。怖い怖い怖い。こんな早かった足。なんか早く感じるな。あーって、あと一人どこだ、どこなの、息吸えてる、どこにいんの、ロッカーかな。いやー、ちょっとこっち行きたくないな。あー、使っちゃった。あ、え、どこから来た。あら、ちょっとちょっとちょっと、負けてる。バッサーの人だった。え、かわいい、このスキン。髪の毛ツヤツヤがすごい。ということで、バッサースキン入手しました。1体目です。かわいい。もう顔がかわいい。髪の毛のツヤツヤもかわいい。ということで、あと何個か、ちょっとまた別の動画でクリアして、まあ、スキンチェンジなりしていきたいと思います。あとは、まあ、チャレンジで言うと結構項目があるので、もしかしたらなんですけど、どうだろう。フレンドマッチをプレイするとかが、後ろにもう、一項目。これ10ですけど、30が隠れてるような気もする。13項目ですもんね、全部で。足りないんですよ、表示だと。なるほどね。多分、後ろに終わったと思ったらもう一個出てくる可能性はありますね。待って、進化って、進化の書がいるやつだ。進化の書がいるスキン。ぽい。なんか、そのままチャレンジで進化します、みたいな。まあそうか、進化は進化の書いるか。スキンチェンジだけじゃなくて、進化の書で進化するので集めたいと思います。うん、かわいい。かわいすぎるよ。いや、めっちゃいる。バッサーさんがめっちゃいる。すごいすごい。多分ね、私、ちょっと前の動画でもお話ししたと思うんですけど、聞いてくださってた方は。あの、この青鬼の実況を始めたのがもう3年ちょっと前なんですけど、あの、この本田翼さんの本田のバイクっていう YouTube チャンネルも見たことある方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、私もその一視聴者で見てまして、ずっと当時から。で、それがきっかけが結構大きくって、っていうのがあって、個人的にね、本当に、あの、思い入れの深い方なんです、個人的に。好きなのもあるんですけど、ドラマとか。可愛いしね、この方。素が可愛いんですよ。多分なんか、あの、ちょっとホラーゲーっぽいようなやつもやってたのも、チェックしてて、まあ女性でも、声だけで、実況やっていいんだな、みたいな感覚を持ったのが最初というか、結構影響を受けてまして。で、この方の動画、本田翼さんの動画見てなかったら、青鬼オンラインのこの動画は多分やってなかったかなっていうぐらいの影響を受けてるので、すごい好きなんです、個人的にも。嬉しすぎる。ちょっとね、このスキンが髪の毛ツヤツヤ仕上がりなのと、お肌の色がね、ワントーン女優さん仕様なんですよ。なんか、白いんですよ。めちゃくちゃ可愛い。いいなぁ。いいなぁ。ちょっとね、まだ始まったばっかりなので、
あのバイクに乗ってるようなスキンチェンジとかまではまだチェックはできてないですし、危ない危ない、私もできてないんですけども、まあ、これは絶対に、あの結構日にち短くて9日間10日間ぐらいしかないんですけど、絶対にやり遂げたいなと思います。可愛いでしょ、バイク乗ってるの本当に可愛いと思う。で、進化するとどうなるかっていうね、進化の書はあの前回の虎の遺跡とかヒカキンさんの要塞でもゲットできてたので、ぜひ進化したいと思います。こういうコラボの進化が来るんですね、多分今後も。くまモンも進化スキンでしたしね、ヒカキンさんもこの進化の書でなんかこうキラキラダイヤになってたし、はぁ、危ないヒカキンさんのお誕生日会は終わっちゃったんですけど、多分ご褒美祭りは継続してるのかな、ちょっとよくわからないんですけど、あれがあれば、いやでもそうか、プレゼントボックスから進化の書が出てたのかな、お誕生日会で進化の書が出てたっていうの危なすぎる、さっきから指が危ない。進化の書が結局出なかったんで、お誕生日会とかでは、ねえ、ちょっと待って、死にたくない、いやこの鬼早く感じるな、なんだろうこの変な感覚、ちっちゃく感じるしね、なんか、いやいや怖い怖い怖い、フワッティがいないけど、ちょっと待ってアオリーしたいっていうのがあってね、ちょっと私はちょっと10日間だけですけど、めちゃくちゃ嬉しいあのコラボでございます。イベント的なね、この通常のシーズンはオフシーズンでガチャだけなんですけど、このコラボはすっごいありがたい。なんかこれから来そうですよね、映画にちなんでとかヒカキンさんのお友達系の女優さんとか、やばいよね、かわいすぎる。あ、行けたよかった、ありがとうございます。はい、ということで、さっきの1回の青逃げでバッサースキンで遊ぶと、青逃げをするとバッサースキンを使って青逃げをするの3つが今一気に埋まった感じでしたね。これ宝箱が開けれなかったらもう一個言ってたかもしれない。まあ、ダブルカウントトリプルカウントあるっぽいので割とサクサク終わるかなとは思いますが、フレマがきついな、多分裏に30回隠れてそうなのでフレマ30回とかもしかしたらかもしれないとは思っております。ボリュームありますけど、まあ、激ムズっていうわけじゃないので、まあ、時間かけてクリアはしたいなと思っております。はい、ということで新シーズン切り替わって、映画っぽいガチャが来てるっていうのと、これ多分ガチャ残りますので残るはずです。で、本田翼さんとのコラボ、ラジエーションハウスのロゴが入ったステージになってまして、スキンを使って遊んだり、ワードを飛ばしたり、スキンチェンジしたり、進化の書で進化もするっていうコラボが来てますので、ちょっとお好きな方はね、ぜひ一緒にクリアしていきましょうという感じでございます。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら、他にも動画をたくさん出しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた、バイバーイ。